早々のフリーレン、アニメ第7話、おとぎ話のようなものが放送されてると思うので、早々のフリーレンという話が、あのお母さん七神魔族とアウラちゃん軍団のせいで、後日談ファンタジーじゃなくなったと思ってるという話をします。まあ、個人的に早々のフリーレンで引っかかる件かつ、逆張りだからこそ着地点が見えない作品って魔族なんですよね。というのも、早々のフリーレンっていう作品は、まあもはやテーマなんだけど、魔族が、まあ言葉喋れるだけの魔物で、まあ人間との和平は絶対望めないという、まあフリーレン自体も魔族スレイヤーですね。まあ面の良いゴブリンスレイヤーのゴブリンだから。まあここら辺に関しては、むしろ魔族がいいやつで、まあ、人間と魔族が仲良くなるっていう作品の方が王道になってるからこそ、まあ、フリーレンが逆張りとして評価されてるっていう部分もあると思います。あとまあバトル展開熱いからね、なんだかんだ、まあ、実際アウラ編はめちゃくちゃ人気ありますし、まあ、同じく対話不可能な魔族とのバトルの黄金鏡編っていうのも人気ありますしね。まあこの辺の歴史に関してはナローの前身である魔王優が、まあ、そこら辺やったのもあるだろうし、まあ、小学館つながり行くなら、魔王城でお休みとか、ヘルクとかも、まあ、魔族にはいいやつもいるっていうパターンだよね。元をたどればドラゴンクエストの四クマ漫画劇場やモンスターズのテリーワンあたりで、まあ、竜王やら、バラモスやら、まあ、ピサロさんやらの威厳が吹っ飛んだのもありそうですが、まあヘルクは面白いですよ。まあ作画はもう本当にそんなに良くないんだけど、人間を滅ぼしたがっていた勇者のヘルクが、まあ、過去編やりながら、なんで弟や仲間たち人間にもいい仲間がいたのに人間を憎むようになったのかとか、そういう話がやってくるわけで、まあ個人的にヘルクとフリーレンの差は、ヘルクは良い人間の仲間と良い魔族の仲間とひでえこと企む人間どもっていうメンツだったのに対して、まあ、フリーレンは今も昔も周囲の人間には恵まれてるから、まあそういう意味では、まあ早々のフリーレンっていうのはまあ実は甘っちょろい話かもしれませんね。なんだかんだ劇中で一番バカな人間が、アウラの和平交渉という名の工作を与えるきっかけになった連中っていうのが言えるぐらいには、まあ、フリーレンもヒンメルも人間には恵まれてますからね。まあそしてまあ早々のフリーレンの話にすると、まあ最初から魔族はああいう設定じゃなかったっていうのはまあファンの間でも言われてて、まあ最初勤労でやった範囲の一般攻撃魔法おじさんこと腐敗の賢者クバルぐらいだったらまだ良かったっていうか、まあフリーレンはクバールに対して、まあそれなりにまともに話はしてるし、まあ後日談ファンタジーとして、まあヒンベルが封印してた一人でもあるし、まあ魔法を技術体系として認めてて、まあ現代の魔法使いであるフェルにとっては、まあクバールおじさんの放つゾルトラークが一般攻撃魔法で、まあ全然対処可能だっていう、まあそういう感じで、まあ人間の進歩の踏み台にもなってるのが、まあクバールおじさんだったわけですよね。まあ、対話不可能路線の、まあ、先駆けが、まあ、お母さん魔族の方で、まあ、ここで魔族が対話不可なやつで、もう本当に戦争をやってると、子供が敵だと。まあ、基本的にかっこいいところしか盛られていかないヒンベルの、まあ、甘さによって、まあ、犠牲が出ちゃった、そういう悲劇でもあるし、まあ、フリーレンが魔族スレイヤーになった元凶の一つでもあるわけで。アウラどころか、黄金鏡編は、まあ、この、まあ、お母さん七神魔族の延長線にあると思うんですけど、まあ、ここで僕は何か引っかかるなと思って考えたんですよ。もうこれ、後日談ファンタジーじゃないよね。後日談ファンタジーじゃないよね。後日談ファンタジーとして成立するのはクバールであって、アウラとか、まあ、黄金鏡編の連中とかがなんかいろいろやってたら、これもう続編ファンタジーじゃん。続編ファンタジーの後日談じゃんって思っちゃったんですよ。まあそれもまあ一つのオチかなと思ってて、まあ日本人のファンタジーの影響にある、まあドラゴンクエストだと、1から2まで100年かかってますと。1勇者から2のローレシアたちに引き継がれるまで100年。フリーレンはヒンメルたちと一緒に魔王を倒してから、まあ、大体80年ってことですから、あと20年で続編ファンタジーが始まるんじゃないかなと思います。多分、僧侶ハイターの娘みたいな弟子と、戦士アイゼンの息子みたいな弟子が、まあ、小さいの我慢してできた子供が続編ファンタジーの主人公じゃないかなと思ってます。てかフェルンとシュタルクなんですけどね。まあ早々のフリーレン本当に、まあ、人を選ぶけどゆったりした後日談をやるしかなかったんだけど、まあアウラちゃんがあまりに良いキャラすぎましたね。のけものたちの夜の実はイキリ主人公だったやつにも言えるんだけど、竹達彩奈さんは、いや本当にイキリ系の女をやらせたら未だに一線級だなと思いました。まあ良い意味でね。アウラは実際イキリ魔族だからね。
まあこの辺はまあ言及は伏せますけど、アニメでやるから。まあただアウラは魔族として魔力でのマウント取りを生存目的としてて、一方でフリーレンはヒンベルの生存意義を証明するために旅してるっていう部分もあるから、そこら辺で相入れないのが良いんですよね。うん。まあ、アウラはマジでいいキャラなんですよ。うん。正直最初はアウラ編で終わらせんのかなって思ってたぐらいには。個人的に引っかかるのは黄金鏡編なんですよ。2クールでやるかどうかはわかんないし、まあ予想としては映画でやんのかなって思うんだけど、どう締めたいのかってね、本当にね、僕の中で謎なんですよ。まあ確かにソリテールお姉さんは怖いけど可愛いし、あのお母さん魔族が育ったらまあソリテールみたいになるのかなって思うし、まあ魔族の中にもなんだかんだ、まあ、時代のヤバい奴らが育ってるって部分もあるし、マハトは魔王ともども人間と共存不可なところを見せてきて、まあ、フリーレンもそれを確認しますと。で、その後どうしたいのかと。山田兼人先生とサンデー編集部は早々のフリーレンという漫画をどう転がしたいのという答えになる。その答えは救済でした。いやまあアニメもあるからってそこら辺もあるのかもしんないんだけどね。うん、いろいろと手間もかかってるアニメだから、まあ監修とかも忙しかったろうし。これが監督つながりでボッチザロックの後藤一人だったら別なんですよ。まあ、キララ系は大目標がなかったり、あるいは実現不可能だったりっていうことが多いんだけど、ボザロは音楽でご飯を食べたいっていうのが、まあ、後藤一人の最初の大目標です。海賊王になるとこだったり、鬼に去りた妹を人間に戻すだったり、まあ、それぐらいの目標が後藤一人にとってはご飯を食べることです。まあ、それに加えて、まあ、今後続編が来たら、仲間たちと一緒にご飯を食べるっていう、まあ、そういう部分も見せてくるんだけど、まあ、一貫して、ボッチザロックっていうのは、大目標がしっかりしてるんです。うん、キララ系なのに。フリーレンは、まあ、人の心を探すとか、まあ、ヒンメルが生きた証を残すとか、まあ、そういう部分もあるけど、まあ、どこに落としたいのかっていうのは、まあ、フリーレン自体もよく分かってないと思います。まあ、それを探す旅だからね。うん。ただフリーレンにとって、まあ、ヒンメルさんっていうのは、まあ、めちゃくちゃでかい存在だったわけで、まあ多分みんなフリーレンとヒンメルは相思相愛だったんだろうなって思ってるだろうけど、まあここに来て黄金鏡編の後に突然始まった過去編の話になってくるんですが、現状最新話の第114話でヒンメルさんは平和を望むセリフを吐くんですよ。それも1話にして3話も。ヒンメルさんが旅をしていたのは魔王を倒して、まあ、平和になることであり、まあ、そのためにフィンメルさんは、まあ、フリーレンたちと旅をしたということを、まあ、フリーレンがタイムスリップしたことで再確認するっていう部分もあると思います。ただ実際のところアウラみたいな残党やソリテールみたいな新たな魔族の脅威も迫ってきてると。うん、結論として言えば魔王はただの一魔族でしかなくて、魔王を撃っても、まあ、ヒンメルとハイターは、まあ、老衰で、まあ、いなくなって、まあ、アイゼンも老いでもう戦線に立てなくなったと。それでも魔族の残党はいると。これなんでかなと思ってて、うん、多分ねお母さん魔族のトラウマが来てアウラが復活したあたりで早々のフリーレンは続編ファンタジーになったからです。まあ、ちょうど出力加入した頃ですしね。うん、まあ変なギャグ張りとか抜きにすれば、まあ、シュタルクとヘルンの子供がどうこうするっていう、まあ、そういう話になってくるだろうし、実際この旅ってシュタルクがヘルンの良さを知る旅でもありますからね。うん。まあ、考えてみても早々のフリーレンは割と鬼滅の刃の結末に対するギャグ張りもあると思ってます。鬼舞辻無惨は地獄へ落ちたら他の人間の脅威の鬼たちも一緒に連鎖で死んでくれます。まあ、吉郎さんは人間の敵じゃないしね。無惨を倒すことで鬼の脅威はなくなりましたと。うん、だから鬼滅の刃っていうのはまだ竈門炭治郎の死亡は書かれてないんだけど、まあ、多分彼は安らかに死んでいたと思います。でもフリーレンの世界は魔王を倒しても残党が生き残ってると。だからフリーレンは炭治郎のようには死ねません。まあ、フリーレンの死を書くのかどうかっていうのはちょっとわかんないけどね。うん、ただまあフリーレンも別に不老不死とは言われてないから、まあ、いつかは死ぬはずなんですよね。うん、まあ、僕の中で今の、早々のフリーレンが、もし最終話を理想的に終えるとしたら、小説家にナロー作品エンドしかないと思います。ちなみにこの時僕の中で出てくるナローっていうのは、無職転生のルーデウスです。うだうだ悩みながら生きてきて、まあ、それでも守れるものを守るために必死で戦った結果、まあ、時代に投げるようにして、みんなに囲まれて死んでいくと。まあ、ルーデウスは今和の際で魔族の師匠のロキシがいることもまあ幸せの条件の一つだろうけど、フリーレンの死に際に魔族がいるかどうかは不明です。
まあ、魔王にもヒンベルにもできなくて、まあ、フリーレン自体もできるとは全く思ってなかった、まあ、人類と魔族の共存みたいなものを、まあ、今後やれるかもしれないですからね。まあ、人類がゾルトラークを攻略したように。まあ、そういう話ですかね。うん。まあ、実際アウラは生きり魔族として芸術的なまでに、まあ、ざまされてスッキリするような女だし、まあ、それがまあ、可愛げにつながってるっていう、まあ、魅力的なヴィランキャラだと思うし、まあ、実際戦闘シーンには、まあ、うまくやるだろうなって確信はあるんですが、まあ、ただ、長く引っ張ることができるタイプの作品ではないと思うんですよね。早々のフリーレン。サンデー編集部としては終わってほしくないだろうけど。でも僕は早めに結論は出してほしいなと思ってます。正直タイムスリップ編が終わってフリーレンが帰ってきたと思ったら実は20年ぐらい経ってて、フェルンはいろいろ諦めてスタルクの小さいので子供を作ってディブのおばちゃんになってましたっていう、そういうぐらいでも良いと思うんですよね。いや、フェルンはスタルクとくっついたらディブると思いますよ。まあアニメ1話の頃にも言ったけど、引き伸ばせるような話じゃないですよ。というわけで早々のフリーレンの魔族編に対する、まあ、率直な感想でした。以上です。